と今緊急で動画はしてるんですけど、それ僕のちょっとすみません、私事でね、大変申し訳ないんですけど、僕の後輩にですね、藤田っていう鉄道オタクの肝太のバカガキがちょっといるんですよ。で、その藤田がちょっと最近ですね、ちょっともうおかしくなっちゃって、もう本当にもうね、明日にはどうなってるかわからないっていう、もう本当危篤状態で、ちょっと本当で大事にしてた後輩なんでね、本当もう今どうしていいかわかんなくて、本当もう涙が止まらないっていう、本当にもうで、パニックになっちゃって、僕自身も本当藤田がもう今ね危ない状態だということで、もう本当にもうねどうしたらいいかわからないんですよ。で本当に身内にね、そういう医療従事者の医療関係のね人がいるわけでもなく、もう本当にもうどうしたらいいんだってね思ってるんですけど、一人ね、本当身寄りのない僕ですけど、一人だけ、もしかしたらあなただったら助けてくれるかもって思ったね、人物がいるんですよ。高津克也さん、高津克也先生、どうか後輩の藤田を助けてやってください。もう誰も頼れる人いないんです。本当すいません、ご挨拶が遅れまして申し訳ございません。僕はですね、息子のミキヤさん、ミキヤ君とですね、普段仲良くさせてもらってるミキヤ君の、ね、古くからの友人の中山と申します。すいません、ご挨拶が遅れ、お目にかかります。はじめまして、中山と申します。ミキヤ君ともですね、いろいろ話あったんですけども、やっぱり僕ら子供だけじゃどうしようもできないと、ね、ね、大人の方々の力をやっぱもう、ね、頼らないと藤田はもう、ね、ダメだというね、ミキヤ君と僕と藤田は3人、ね、仲良し3人組で普段ね仲良くさせてもらってるんですけど、もうダメだと、どうしようもないと、ね、ミキヤとも話し合ってそういう結論に至りました。ということでね、やはり日本一の、ね、美容クリニックの、ね、創始者でありね、ね、医療の、ね、エキスパート、医師としての、ね、もうね、日本のもう日本を代表する、ね、医師である、ね、かっちゃん、高須克也さん、どうか藤田を直してやってください。こんなことになると思わなかったんです。最初は遊びのつもりだったんです。軽い気持ちで始めた。まさかあいつがこんなことになるなんて。本当にただのじゃれ合いのつもりだったんです。そしたらだんだん藤田がおかしくなってて、もう今はもう僕らの手に負えないんです。すいません、どうかミキヤと僕からの、ミキヤ君と僕からどうかすいません、お願いします。僕らじゃ戻しもできないんです。本当、初めは遊びのつもりだったです。ちょっとでも僕自身もやっぱりね、おふざけ半分じゃ、ね、ぬるい、ね、当たりじゃね、やっぱ面白くないだろうと思って、ちょっときつく当たっちゃったんです、最初は。
であいつ自身も分かってくれてると思って、ね、古くからの仲なんでね、僕がどんだけねあのきつく当たっても絶対藤田はね分かってくれると思ってね、ちょっと強い言葉でね陰湿な感じでねやっちゃったんです。そしたらあいつ本当に消えちゃったみたいで、本当にメンタル来ちゃったみたいでね、普段好き勝手いろんなことに首突っ込んで好き勝手いろいろ言ってるくせして、あいつ自分が言われたらなんか聞いちゃったみたいで、おかしくなっちゃったんですよ本当。藤田はね僕の後輩でね、先輩である僕のこと本当に慕っててね、憧れの存在でね、その、ね、憧れの先輩にねボロクソに言われてね、キャパシティが超えちゃったんでしょうね。こっち冗談で言ってるのにね、それすらもね受け入れられないくらい余裕がなくなっちゃったみたいで、で本当もうなんか今もう支離滅裂だで意味不明な動画を出してね、で50分の動画を出したかと思ったらね、すぐ限定公開にして、本当にそれってもう本当に本当に聞いちゃってる証拠じゃないですかね。普段ね全部計算づくでね、リズメでね理論立ててやるね藤田が本当もう何も考えられないね、パニック状態になっちゃってるんですよね。だから本当どうかお願いします。本当に無理難題をね押し付けてるっていうのはね百も承知です。本当ね、美容クリニックが専門だと思うんで、そういう精神科というかメンタル的なねやっぱり治療っていうのは専門外だっていうのはね、かっちゃんの専門外っていうのは百も承知なんですけど、すいません、僕らやっぱ素人、僕とミキは素人がね見るよりね100倍1000倍いいと思うので、すいませんお願いします。かっちゃんツイッターで言ってたよね、ね、なんかね困ってる人がいたらね助けてやるのが医者のね本分だとみたいな、そんなこと言ってましたよね。でそれなんかひろゆきに突っ込まれて、ね、なんかね、顔真っ赤にしてレスバトルしてたよね。いますよ、ここに困ってる人いますよ。普段ね舐めたねこと言ってね、金のことしかね話せなくてね、本当収入マウントしか取れないね、中身のないね、金しか中身のないねクソみたいなやつなんですけど、ねはいいやつなんですよ。多分ね、いいやつなんですよ。だから、ね、本当すいませんバカでね、鉄道と旅行しかね脳のないね、鉄道とかホテルとかしかね、ただそれをただ映すことしかできない、ただ脳のないねバカガキなんですけど、大事な後輩なんです。すいません、どうもお願いします。見てるか、大丈夫か、ごめんな、入院中のとこ悪いな、ほんとな、お前だたね、高津勝也先生が見てくれってさ、ね、もう大丈夫だぞ、お前ほんと悪かったな、ほんとごめんな、お前がまさかこんな打たれ弱いとは思わなかった、俺の責任だ、ほんとにごめん、ね、ほんとお前のそのね実はひょうひょうとして余裕そうに見えて実は誰よりも繊細だっていうねところね、誰よりも俺が理解してるはずなんで忘れてた、本当に俺のせいだ、ごめん本当に、ね、だから俺の責任だから、ね、安心してくれ、治療費とかもろもろの費用は大丈夫だから心配しなくていい、全くね、ミキヤがね出してくれるからね、大丈夫だから、本当にだから今もね、メンタルケアに専念して何も考えなくていいから、本当にもう無理しなくていいから、もうお前休めよ、お前もうね、お前優しすぎんだよお前、
真面目すぎるんだな、お前ちょっとな、無理しちゃったんだよな、な、あ、分かってるから、あ、全然俺怒ってないし、お前のことさ嫌いじゃないからさ、ね、分かって、誰よりもお前のこと分かってるからね、本当無理しなくていいぞ、な、俺とミキヤのさ、陽キャのさ、ね、あのノリ、パリピのノリにさ無理してね、ついてきたかったんだよな。ごめんな、無理させちゃって。やっぱな、お前と遊ぶときはやっぱなんだ、鉄道とかさ、なんかね、そういうね、オタク系の遊びじゃなきゃやっぱダメだな。俺たちだけちょっとさ調子乗ってさ、やっぱちょっと違うじゃん、お前とちょっと俺らって違うじゃん。だからちょっと俺らがさ調子乗ってね、お前にさ陽キャの遊びというかさ、そういうね、イケイケのノリを持ち込んで悪かったな、ほんとごめん。ミキヤとも話し合ってさ、もう藤田がいるときはそういうノリ NG でっていうことでまとまったから、大丈夫よ。またさ、なんだ、サンライズだっけ、なんだっけ、夜行列車、ね、山手線、東海道線乗ろうや、ね、3人で仲良くさ、それでいいじゃんな、お前それが一番、ね、お前は楽しいもんな、だから、ね、あとそう、スーツ信者のね、スーツ商社の、紳士淑女のね、シニア層の皆さん、本当にこの度は申し訳ございませんでした。本当ね、今回の一件はですね、私捨て上げのもう本当全責任にありますんで、本当スーツ君をどうか責めないであげてください。コメント欄とかでね、なんか見損ないましたみたいな、こんなのを見たいわけじゃなかったんだみたいな、こんなスーツ君見たくないですみたいなね、長い文章ね書かれてね、すごい熱いっていうかね、スーツ君思いなんだなっていうのをすごく僕自身は感じ取ったんですけど、でも どうかね、藤田も悪気があってというかね、藤田なりにね面白い動画を作ろうって思ってね、ちょっとあいつ下手くそなもんなんでね、ちょっと変なことになっちゃっただけなんで、すいません、藤田はね悪くないんですよ、本当に。なんで叩くならどうか僕のコメント欄でボロクソね、何書いてもいいんで、僕のコメント欄だったらでボロクソに書いてください、だからもう藤田とかね、高津、ミキヤのコメント欄どうか、すいません、アンチコメントというか批判的なコメントを書かれるのはどうか、おやめください、本当僕からの、ね、お願いです。僕のコメント欄で全部吐き出してもらっていいんで、ね、であとなんかそのなんだっけ、株式会社エースのね、藤田の会社の社長さんとかもね、なんかお気持ち表明みたいな感じでね、なんか昨日今回の一件に関してみたいな、スーツ背広の騒動に関してみたいなタイトルでね生放送されてたそうなんですけど、どうか大ごとにしないでいただければ、これね、ガキのお遊びなんでね、すいません、ちょっとね、そんな騒ぎじゃないんですよ、全然こんな騒動でもなんでもなくて、ちょっと興行の最中にね、ちょっと当たりどころが悪かったみたいな感じで、ただの事故なんで、別に騒動というか、そういう変な感じじゃないんでね、どうか周りの方々もね、藤田の周りの方々も、どうかね、藤田のことをね、支えていただけるとね、助かります。ね、奥さんの、なくちゃん。夏美、見てるよな、夏美、久しぶり、ね、ね、結婚式以来だな、ね、夏美もさ、分かってると思う、俺がわざわざ言うまでもないとは思うよ、俺と夏美の仲だからさ、誰よりもね、ヒロトのこと知ってんじゃん、夏美もどうかね、ヒロトのこと頼むな、なかったらさ、くれればさ、で直接顔合わせて会ってもね、いいしね、くれよ、ね、また、そうね、だからどうか皆さんね、藤田のことを本当支えてやってください、本当僕が悪かったんで、ということで、ね、藤田もう大丈夫だから無理しなくていい、ね、もう次アンサー動画とか出さなくていいから、本当にもう、俺に任せてくれ、じゃ、ね、日本一の名誉をね継いできたから、安心して、もうお前はね、いつもの人様が作ったね、鉄道とか人様が作った旅館移してニヤニヤして、それでお金稼いでれば、それでいいからいいから、大丈夫だから、ね、もう大丈夫よ、本当もう
これで最後な。あ、最後な。まだいいから。やめろよ。うん、じゃあ、またな。うん。